バラミ、マメ、クロナ、リモ、ユイ、初めてのハイカラスということを楽しんでいきましょう。せーの、ゲイゲイゲイ。マジカルナイトドリーム来た、懐かしい、来た。不思議な国を飛び出して訪れた街の上で奇跡の笑顔の横で足音を忍ばせながら訪れた森の中でただ一度の人生をもっと楽しまなきゃそうでしょう。とっておきの魔法をこの胸と心を響かせてるセリアルセでトリコオン。マジカルナイトビーバーバーと輝いた姿に見つめないで照れてなんでこしてこして感じてマジカルナイトビーバー誰かがそばで見守りながらいつでも踊り添い続けるだから信じてパンパパンパパンパンパパン。はい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 、静けさの波に映る月の小舟に身を乗せて訪れた海の上で時間の奏でる音が暗闇に響く部屋から訪れた夢の中でただいつもの人生をもっと楽しまなきゃそうでしょう。とっておきの魔法をマジカルナイトドリーマーそっときらめいた扉は出会いを晴れ光る人の物語につながるマジカルナイトドリーマー目覚めることを受け入れたから自分自身変わるチャンスきっと答えて誰かがそばで見守りながらいつでも寄り添い続けるマジカルナイトドリーマーそっときらめいた扉は出会いばかり光る人の物語につながるマジカルナイトドリーマー目覚めることを受け入れたから自分自身変わるチャンスきっと答えてお願いだから信じてパンパパンパパンパンパパン。はい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 。ありがとう。せーの、
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ハイカラット横丁にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。あなたのもとに甘い癒しをお届けします。私たちエクレアエクレットです。よろしくお願いします。回ってました。はい、初めて見た方も多いと思いますので、まずはメンバーの自己紹介させてください。はい、緑色担当18歳神崎あゆです。よろしくお願いします。あゆー。はい、藍色担当の高校3年生17歳の椎名クララです。よろしくお願いします。クラちゃん。クララくん。はい、オレンジ担当19歳タモリカナメです。よろしくお願いします。タモちゃん。はい、水色担当中学3年生15歳のひなたあゆです。よろしくお願いします。あゆの。はい、黄色担当高校2年生16歳の白井美穂です。よろしくお願いします。ひなちゃん。はい、スベル担当高校1年生15歳の浅野ゆいです。よろしくお願いします。ゆいちゃん。はい、赤色担当まなみんことおなりさまのみです。よろしくお願いします。まなみん。はい、本日はこの7名でお届けします。最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいるな。はい、というわけでエクレアエクレット、今日ね、今年しかない、今年しかないね、天皇の即位のイベントの日にこのメンバーでハイカラと横丁に立つのが実は初めてでございます。イエーイ。本当に何年ぶりっていうぐらい、実は私が入る前にはあのここのイベント出させていただいてたんですけど、このメンバーになって全員が初めてということで、とても緊張しております。この後、ハイカラと横丁さんの遊具をお借りして一緒に楽しめるイベントもありますので、よかったらそちらの方もぜひね、参加していただけると嬉しいなと思います。待ってます。待ってます。はい、はい、それでは早速次の曲いきたいと思います。買わないと、買わないと。それでは聴いてください。 100% の恋煩い。変わらない景色のようにずっと二人だけの世界はいつも止まったままのタイムをつばい、楽しい週末がやってきた。おしゃれをして街行こう、閉じ込めたままの心の街ぼけでもいいから思い描いてた Always 君がくれた好きが増えちゃいそうだよ。 100% の恋を繋いで星降る夜を見上げて、ひそかに願いを込めた。だけどたったひとつ輝いたのは偽りの空かしムーンライト、ぼんやり降り送った。ただし本音にある幻想を見る、閉ざされたままの瞳ロクロクロク外して、十人十色の恋模様、素敵な出会いあるでしょ。今日もときめきだけで君が望む夢見る乙女なら 100% の恋は辛いね。I wanna be with you in my life。もう一回、十二歳
あ、日本語漏れてる、ちょっとエクレクレット、最後はバイバイという曲です。一緒に皆さん手を振ってくれると嬉しいです。お願いします。はい、いくよ、1、2、3、はい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 、歩くだけでたどり着くそんな夢の楽園へ。どっかでもと近く声を聞かせてほしい。あどけなさを少し見せた笑顔とひどきお互い様で恋している乙女だけが唱える魔法ラブポーションです。僕も乗せた青い空の迷いが夢みたい。せーの、さよならの言葉を言い出せないわけはこのままあなたと会えない気がするさ。寂しさを抜き二人だけの秘密をお間違いだから、バイ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 時計の針の音が響いて指を振るだけ両手越しに重ねた手のぬくもり忘れない。綺麗な気に包まれてる甘い香りの果実あなたそのまま頬を寄せてキスしたい。せーの、さよならの言葉を盛り上がってね、バイバイ。みんなで一緒にもうちょっとだけ、どんな気持ちで踏み出せない恋は輝いたままでずっと残るけど、悲しみを受け入れ幸せを分け合う、そんな日々に憧れないものめだり。さよならの言葉を言い出せないわけはこのままあなたと会えない気がするから、寂しさを抜き捨て笑顔で飾って二人だけの秘密のおまじないだから、バイ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 。最後、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではここで告知をさせてください。はい、今月のね、土曜日です、26日土曜日は、はい、北九州市の方にあるライブスポットワウさんにて、エクレアエクレットと、ライブスポットワウさんのコラボを
で、タピオカ屋さんをするということが決定しているんですけど、そのオープン記念のイベントを行わせていただきます。はい、19時半からはライブもありますので、そちらの方遊びに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タピオカしか、タピオカのお店自体は16時からオープンしてますので、皆さん飲みに来てくださると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、タピオカ屋さんはその日限定ではなく、その日を境に、平日の月曜から金曜日までの、no、あ、月曜日は休みです。あ、月曜日ですね。火曜日から金曜日までの何時から何時です？11時半から19時まで空いてます。はい、なんて言うでしょう、そのちゃんとしたタピオカ屋さんが西小倉駅前のライブスポットワウさんの1階でありますので、小倉に来ることが、ね、あると思います。学生の皆さんとかもタピオカ屋さんぜひ皆さん飲みに来てくれると嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。そしてその日のオープン記念のイベントの日は7人メンバー7人が店員さんをやりますので、はい、7人こういうこと間違ってるから7人も、ね、7人その日だけは店員さんやりますので、皆さんぜひレアなおしめんちゃんを見に来てください。はあ、しか、それではこの後物販、そしてこの遊具、ね、みんなで遊べる時間もありますので、ぜひ楽しんでいきましょう。それでは以上、私たちエクレエクレットでした。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。行かないで、行かないで。あ、クラル君漏れてるよ。漏れてる。あ、おっと。あ、寒い。あ、寒い。